王国二十四項木美大臣、月岡義俊志作木美牧美は、奈良時代の苦行、学者。姿勢は、下道阿孫の地木美阿孫。右衛首相位、下道国勝の子。かには、正二位、右大臣。君位は、君二等。下道氏は下道国蔵氏で、高齢天皇の御子である、若竹彦命の子孫とされる、神別氏族。下道国とは、 備中国下道軍付近の下道、川上、浅口などの諸軍と想定される。生は真であったが、天武天皇十三年発色の生の制定を通じて、阿蘇に改正した。自童天皇九年備中国下道軍なり、他郷土下二天原に生まれる。岩省庁の霊気二年大九次検討市の留学生となり、翌養老元年に安倍中丸、 玄坊らと共に日当する。当にて学ぶこと18年に及び、この間に経書と師書のほか、天文学、音楽、兵学などの諸学問を幅広く学んだ。当では、知識人として、名をはせ検討留学生の中で、当で名を挙げたのは、真人、安倍中丸のただ二人のみと言われるほどであった。商務長の天票を6年10月に、 第十次検討士の帰国に伴って元討と同戦で、基都に着き、途中で種ヶ島に漂着するが、翌天平7年4月に、多くの天石を携えて帰帳した。帰帳時には、軽書、天文歴書、人形、楽器、音楽書、弓、矢などを献上し、他にも、詩書、等官関係ももたらせたという。帰帳時に、十八したという低いにもかかわらずなと将来した。 物品の詳細が、生死に記されていることから、牧ビがもたらせたものがいかに重要であったかが、推察される。マ美は都党の功労により、十八下から一挙に十回昇進して小六くらい、下に除せられるともに、大学助に任官した。この場的人事から、マ美の登流学の実績を高く評価して、徴用しようとする朝廷の強く積極的な態度が、伺われる。天平八年外。 十五位下に除せられると、天平九年正月に打ちくらいの十五位下。同年十二月には、元宝の看病により回復した孝太友人、藤原宮子が、聖武天皇と三十六年ぶりに対面したことを、祝して、中宮の職の官任二条位が行われ、中宮の助の間日は、十五位上に除せられるなど、急速に昇進する。さらに、天平十年立花処刑が、 右大臣に任せられて、政権を握ると、マビと同時に帰国した玄宝と共に徴用され、マビは右英氏ただしを兼ねた。天平十二年には、マビと玄宝を除かんとして、藤原広次が、太宰府で反乱を起こして廃止している。天平十三年東宮学士に任せられると、天平十五年には、十四位した、東宮大武圏東宮学士に助任されて、後退し、 安倍内親王の指導、教育にあたり、官女、来期なども教授したという。また、天平十八年下道や村生から、木びや村生に改正している。これにより、マビの一族が、下都道氏が勢力基盤を置いていた、備中国下道軍だけでなく、木び地方全域を代表する大豪族と認められたと、する見方がある。しかし、藤原中丸が台頭すると、 天平十九年東宮大部、東宮学士を止められて、右京大部に転じた。なお、元坊は、天平十七年畜ゼ官ン寺の別棟に左遷され、翌年に同地で没している。天平二十年間日は、石天の儀式複製の改定を行った。天平上法元年安倍内親王の即位に伴って、十四以上に除せられる。しかし、 後圏朝では大納言圏備令に就任した藤原麻丸が牽制を強め、左大臣、橘花処刑を圧倒する。この状況の中で、牧尾も天平商法2年に、隠したの地方官である筑前下三井で、畜前上に左遷された。筑前国はかつて、藤原広次が反乱の際に最初に軍営を作った場所で、畜前国は広次が捕らえられ中殺された国であった。 ことから、マビのこれら国主への任官は、広次の乱の残党による、再度の反乱を防止するために行われたとする見方がある。一方、同年には、第十二次検討士が派遣されることになり、大使に、藤原清河、福祉に、大友小丸が任命される。ところが、翌天平商法3年になると、マビが追加の福祉に任せられるが、福祉が2名となるだけでなく、 大使、藤原清川より、福祉、キ備真キビの方が異界が、上という異例の人事であった。結局、天平商法4年出向直前に、藤原清川を正四位した、大友小丸を十四位上と、大幅に昇進させて、体裁が整えられている。同年、マビラは再び危険な後悔を経て日当する。党では高官に上っていた、安倍中丸の尽力もあり、 中丸を案内者として、宮殿の布古の一切の見学が許されたほか、帰国にあたっては、航路橋、省庁もが、洋州まで同行するなど、破格の工具を得られたという。翌天平商法5年6月頃に、検討施設一行は帰国の都につき、11月に、蘇州から日本へ向けて出港、マビは第三戦に乗船すると、岩人と同じく、薬島へ漂着し、さらに、 木の国室崎を経由して、なんとか、無事に帰朝した。なお、この木とでは、大使、藤原清川や安倍仲間ろらの船は、帰国に失敗し、党に戻されている。帰帳してもマビは、中央政界での活躍は許されず、天平商法6年生4位した、太宰第二に除任されてまたもや、九州地方に下校する。この頃、日本と対等の立場を求める白木との、 緊張関係が増していたことから、近い将来の白木との交戦の可能性も予見し、その褒美のために、マビオダザイに赴任させたとの見方がある。10年近くにわたる、太宰府赴任中、太宰卒は、石川としたり、藤原又手、安倍佐山の、船尾、藤原真っ先の5人だったが、船尾以外はいずれも、参議権官であったことから、牧美が、 太宰府の実質的な責任者であったとみられる。まず、天平商法8歳白木に対する防衛のため区全国に糸状を築き、天平法治2年等の安の乱に備えるよう直を受けている。天平法治3年以下の通り不安定4箇条を太宰府より根性する。この進言は内容を鑑みて軍事に精通し糸状を築いた。 マビによって原案が作成されたと考えられる。警護式では、博多大津、行き、津島など、要害の地には100隻以上の船を不足の事態に備えることを定めているが、現在使用できる船がなく、一万一の事態が発生しても間に合わない。太宰府は三方を海に面しており、諸番国と向き合っている。一方で東国からの先森の派遣を廃止して、以降、 国境の守護は日ごとに荒廃している。一万一の事変が発生しても、我が国の威力を示すことができない。館内の先森はもっぱら築城を止め、武芸の修練に努め戦場での陣立てを習うことになっている。しかし、多財外に、キビ・まきびは築城のために先森に対して五十日間武芸を強襲し、十日間築城のための労役を課すことを論じており、 多財イの中で意見が割れている。天平四年に直があり、再海道諸国の兵士は徴用をすべて免除し、同じく白鳥は長を免除してようのみ、湯納めさせることとした。当時はこれにより民は休まり兵は強まった。現在は、館内の百姓は休防の極みにあるものが、多く、再び租税や、労役の減免がなければ自立することができない。これに対して、純任天皇より、 以下の直があった。公用の食料を支給し、増用によって増税を行う。東国からの先森派遣は衆議により許されない。管内の先森に10日の労役を課すことは、まびの権限を認める。租税や労役の減免については、行政が理にかなって行われれば人民は自然に不況になるはずで、管人はその職務をよく務め、朝廷の委任に沿うようにせよ。 天平法治3年6月に、白木を打つために、太宰府にて、公軍式が作成されると、8月に、白木政党を行う方針が決まり、同年9月には船500艘を作ることが決まるなど、遠征の準備が進められるが、これに関して、以下の活動記録がある。なお、この遠征は、後の後見上皇と仲間王との不和により、実行されずに終わっている。打財布不妊中のまびは、 対白木の拠点となる追記を行い、四箇条の根性により白木政党計画に対して重要なしさを与え、公文式を作成するなど、党で学んだ閉学を実践して、中丸政権を通じて計画された白木政党策の一翼を担った。天平法治8年正月に70歳となった巻日は、知史の上標文を大宰府に提出する。しかし、 上表文が天皇に創上される前に、作り東大寺長官に任せられ帰郷する。また同年にはかつてマビが党から持ち帰った大広司歴について、30年近くの長きにわたっての準備の末、技法歴に変えて適用が開始されている。同年9月に藤原中丸の乱が発生すると、緊急で十三日、三議に助任されて、後見上皇側に参画する。マビは、 中英大将として、追悼軍を指揮し、兵を分けて、仲間の退路を立つなど優れた軍略により、乱鎮圧に功を挙げる。翌天平神後元年には、乱の功労により、君に塔を授けられた。天平神二年、昭徳天皇と、法王、湯気道教の下で正月に中名古にへ、同年三月に、藤原又手皇居に伴い、大名古にへ、さらに同年十月には、十二位。 右大臣へ昇進して、左大臣、藤原長手と並んで、大上官を両導した。これは、地方豪族出身者としては破格の出世であり、学者から立身して大臣にまで至ったのも、近世以前では、キ備真キビと、菅原・道真の二人のみである。またこの頃には、山と長岡と共に、養老律令の修正。 追加を目的とした、算定律令24条を編纂し、神語慶運3年制定させている。神語慶運4年、聖徳天皇が報じた際には、娘の紀ビ由里を通じて、天皇の意志を得る立場にあり、長寺と白壁王の立太子を実現した。水鏡など、後世の史書や物語では、後継の天皇候補として、分屋の清三次で。 分野の大市を押したが破れ、調整の兵へ、客離て、これの端に交付と短足したという。ただし、この講師をめぐる話は、俗に本気には認められず、この際の藤原桃川の暗躍、公認天皇の即位後、まびわ老齢を理由に辞職を願い出るが、公認天皇は兼職の中英大将のみの辞任を、許し、右大臣の官職は移住した。法規二年に、 再び辞職を願い出て許された。それ以後の生活については何も伝わっておらず、放棄六年十月二日隠れ後、去年八十一。最終官位は、前右大題人生2位。奈良市内にある、奈良教育大学の校内には、マビの墓と伝えられるキビ塚がある。キビマキビ、前権古日より、郷談賞や、キビ大臣日東へ巻きなどによれば、殺害を企てた当人によって、 マビは鬼が住むという牢に幽閉されたが、その鬼というのがマビと共に剣闘士として日頭した安倍中丸の霊であったため、難なく救われた。また、難解なヤバダの歌の解読や囲碁の勝負などを課せられたが、これも安倍中丸の霊の援助により解決した。当人は挙句の果てには食事を断ってマビを殺そうとするが、マキビがスゴロクの道具によって、 実月を封じたため、驚いた当人は、マビを釈放した。マキビが長期間にわたって、唐に泊まることになったのは、元僧がその際を惜しんで帰国させなかったためとも、言われる。マビは、演出無教という音韻学楽に長けた少年を連れて、帰朝したが、藤原長近によれば、この清村の宿根はご音だった漢字の読み方を、漢音に改めようと努め、カタカナを作ったとされる。また、 キロでは、当時の日本で神獣とされていたキ尾の狐も、同線していたと言われる。中世の標法書などでは、長領が持っていたという、陸島三略の標法を持ち来たらしたとして、マビを、日本の標法の外した。イゴに関しても、日本に初めて持ち帰ったとされる伝承があるが、義シワ神殿にイゴとスゴロクがもたらされたことが、記載されており、事実ではない。また、マビは、 陰陽道の聖典、金右玉都集を塔から持ち帰り、日立国筑波山六で、安倍中丸の子孫に伝えようとしたという。金は日、玉とは月のことで、陰陽を表す。安倍の生命は、安倍中丸の一族の子孫とされるが、金右玉都集は生命が用いた、陰陽道の秘伝書として、鎌倉時代末期か、室町時代初期に作られた書と見られている。伝説によると、 中国の白土商人という仙人が、文殊菩薩に弟子入りをして、悟りを開いた。この時に文殊菩薩から授けられたという秘伝書、文殊結集物歴業を中国に持ち帰ったが、その書が、金右玉都集であるという。その他、金弱物語集では元号を殺害した、藤原弘次の礼を真き火が、恩苗道の術で沈めたとし、発信書では、恩苗書、 発信内伝を持ち来たらしたとして、マビを日本の運命道の外している。宇治周囲い物語では他人の夢を盗んで自分のものとし、そのために右大臣まで登ったという説話もある。中気のないものは俗に本気による。ありがとうございます。